さあ FIFA18 やっていきます。ザ・ジャーニーの続きです。パート2ですね。それではやっていきましょう。記者会見だ。え、記者会見？対談？どうだい？しかと、しかと、まあ、落ち着いてくれ。試合後のインタビューだと思ってただそこに座ってればいい。座るぐらい大したことじゃないだろう。なあマイケル、アレックスに契約の話があったそうだが。最優先で動いてる。驚くような好条件になるだろう。それはいい。アレックスに心配させたくない。来シーズンに集中させたいからな。来シーズンだけじゃないさ、この話は彼の人生を左右するぞ。ハロルドにもこんなエージェントがいればよかったんだがな。大丈夫だから、自分らしくね。言うのは簡単だけど、リオ・ファーディナンドだよ。あなたはアレックス・ハンターじゃない。アレックス、どうも。 Thanks for coming out, man. はじめまして。 No problem. 迷惑かもしれないけど、小さい頃からあなたを見てました。あなたやギグス、ロナウド、それがこうしてカメラの前で一緒にいるなんて。 You trying to make me feel old? Let's get you set up, man. Come on. センターバック、イングランド代表でしょ元。ご覧ください、アレックスのワンズトゥーウォッチ。 When you look back to 12 months ago, you know, without a professional contract, and you smash an exit trial and find a club. Now, you've qualified for Europe, FA Cup finals in your debut season. What happened?実現できたのはどうしたと思うのか。いやもうここはちょっとおしゃれに行こう。ただサッカーをプレーするのが好きなだけですね。あ、やば、信じること。やべえやべえ、選ばれたら最高の選手だと信じるんです。そしてそれを証明する。いつもそうしています。 Right, okay. Proper confidence then. え、これ本当の声なのかな。 Now listen, now. I hear what you're saying. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player.But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? その、8年前にアメリカに行ってしまったんですが、それ以来でした。Have you seen much of him since?僕にはもう関係のない人です。母と祖父が僕の家族です。父の話はしたくありません。 But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you. Now tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right?ねえ、いろいろありましたから。子供の頃から一緒にサッカーをしてたんです。ユースのクラブにも一緒に入って、同じプロチームと契約しました。でも難しいんです、全てが変わった。二人ともまだ17歳だったし、急に全てが変わってしまって、ああ誰が信用できるか見極めないとなりませんでした。結局は人によって生き方が違うんでしょう。ギャズとは決勝の後わだかまりが解けたと思います。僕たちは大人になれた。もちろん今でもライバルですよ。ずっと相手より点を取ろうとしてきましたからね。 Listen, so who would usually win then? いつも勝てたのはどっちかな。どっちだと思いますか。リオ、それは分かりきってるんじゃないのかな。 I think Gareth might have something to say about that. まあ、ギャレスは忘れっぽいんですけどね。So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. どうも。カット。We're cutting.
So that's it, man. We're done. おもろいなこれ。Well, good job, mate. 前作と全然違うんだけど、なんか雰囲気。Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right. Well, good luck in the new season, man. Yo. 次か。お互い注目すべき選手だ。ハンターさん、お母様、お久しぶりです。またあなたにそんな風に呼ばれるなんて。ええ、まあそうですね、いろいろありましたし。まったくだ、外で待ってるぞ。最高だったぞアレックス、期待通りだ。ギャレス、君も来てたのか。なんでここに。遺跡騒動では世話になったよな。まあそのこの仕事は先が読めないからな。それじゃあもう行くよ。よかったぞ。また後で。まだあいつを使ってるのか。ああ当然だろ、よくやってくれてる。少数意見だ。何を言いたい。あのな、評判を聞いてみろ。タイラーは食わせ者だ。俺がしくじったのも奴の責任だぞ。おい、ガズ、You ready to go, mate? 呼ばれてる。会えてよかった。あのエージェントは何、悪い奴的な？もしかして黒幕？お待たせ。Good to see you, man. こちらこそ。Great job last season. ありがとう。皆さんよろしく。もしこのツアーでタイトルが手に入ったら最高じゃないかな。笑わせるな、まだ手に入れてないだろ。出た。まあ準決勝でレアルを倒し、決勝でギャラクシーかバイエルンを倒せばいいんだ。簡単だな。なんだって。説明してくれないか。リリは読んだことを何でも信じる。月面着陸もセットで撮影したと思ってるんだ。真実に目覚めよ。もし俺がクラブを出ていくときはまずお前たちに話す。プレスじゃなく。いつ辞めるんだ。この二人安定的に出てくるよな。なんか前回もこいつら出てきたような気がしたんだよな、近くに。基本なんか友達みたいな設定だよ。じゃあ続きいきましょう。お、今回もうあれだな、速攻スタメンでハンターとしてプレイしましょう。いやかっけーマジで、やば。あ、これ赤いのどうなってんだろう、アウェイの時。赤か。ね、マルセーロ、あの髪型欲しい。あ、狙ってるからハンター横目で。ハンターの髪型バカ羨ましがってるからこれ。ロナウドの髪型もいいみたいなね。アレクサンダー、right? You look good. やば。え、これ声ロナウド。Have a good match. あなたも。どうなんだろう。あのユニフォームの交換を。I will see what I can do. かっけえ。やば。やべえ、ロナウド超かっこいいな。インターナショナルクラブカップ準決勝キックオフの時間が迫りました。この試合の勝者はバイエルン対 LA ギャラクシーの勝者と決勝で対決します。プレシーズントーナメントとしては大きな試合です。シーズン前にチームのブランド価値を高めておくことは超かっこよくね、重要な意味を持ちますし、いいね。リーグの開幕をスムーズに迎えるためにもちょっと特別な感じじゃない、この重要ですからね。何このテーピング。いい試合を期待しましょう。クリスティアーノ・ロナウドに注目が集まりますね。やばすぎ。今日はどんなプレーを期待されますか。かっけー。スピード、パワー、そしてテクニック、すべてが優れていますよね。彼にしか演出できないゴールをぜひ見たいですね。
ピッチの場所を問わずプレスをかけてボールの動きをコントロールし、相手に狙ったパスを出させないチームですね。今日のラインナップからしても、ベイル、ベンゼーマ、ロナウド、やばいな、普通にやばいわ。クロスもいるからね、モドリッチ、カゼミーロ、そしてマルセーロ、セルヒオ・ラモス、そしてジダン、ジダンいるね、クソ似てるジダン。さあ、このチームについてですが、ディフェンスが消極的だという意見を聞きます。いやいやいや、頑張りましょうよ。そうですね、確かにこのチームはラインを下げるイメージがあり、傍から見るとピンチが続いているように見えてしまうかもしれません。今日はどうでしょうか。今まで通りでいくと思いますけどね。このスタブハブセンターはメジャーリーグサッカーで2番目に作られたスタジアムです。サウジアラビア、チームのホームスタジアムでしたから、アメリカのサッカーファンには馴染み深い場所だと思います。ついに公式戦初めてだ。世界中の注目が、これどうやって呼ぶんだっけ。あ、バツか。選手たちもいつも以上の、てかなんだこの、なんかウィーンって出るんだけど。なかなか。よし。はい。いいよ。もう一回。あ、やばい。アレックス・ハンター。マティッチ。短いパスをつなぎ、様子を伺っています。アレックス・ハンター。ええ。惜しい。余裕がない状況でした。プロ入り1年目はレンタルに出されたこともあり。な、ハイエーベイル。出ます。身体能力ですね。セービングに。めっちゃ巻くね。やば。アメリカで開催される意義を招待されたクラブもよく分かっています。これは上がれるとこまで上がる。にとどまりません。ここで成功する。そこ。クラブのブランド価値も。マルシャル。いや、ナイス。いや、ナイスパスだね。へい。ムヒタリアンの動き。前半終了2-0。めっちゃいいじゃん。それでは後半行きましょう。後半。さて福西さん。いや、ナイスパス。ですが、ちょっと長すぎたか。へい。危険な位置です。緊張感が増してきます。ねえ、ベンゼマへ。やべえ、ベンゼマにチャンスです。やばい、ナイス。マンチェスターユナイテッドが選手を交代します。あ、いいじゃん、監督アピール。あー、突き放しか。パス見えてますね。いいですね、今のパスも。いや、いいよ、惜しい。ムヒタリアンのコーナーで再開。ボールをクリアしたい。ここをどう出ますか。ナイス。すげえ、マジで。またのポジショニングが光る。ゴールに向かっています。素晴らしいボールだ。いやー。レアルマドリーのチャンスになる。ベイルやべえ、マジで。よし、3-0。いいんじゃね。てかロナウドとユニフォーム交換してほしいわ。レアルを破っての決勝進出は。お、めっちゃ笑ってる。かっけえ。いや、交換してくれんの。バイエルンミュンヘン対 LA ギャラクシーの模様も EATV でお伝えします。あれ、交換してよ。戦力的には交換してくんね。いいだろ。いや、お前俺の髪型前パクっただろ。脱ぐシーンはカットですね。これロナウド出てくんじゃね。また試合終了後。あ、来た来た。さすがですね。さすがですね。むしろうちでプレイしませんか。あなたがうちに来ませんか。ほう、ハンター、You are dreaming? Hey, Alex! I want a picture with Ronaldo, Alex! Yeah, there you go! Thank you! Oh, look fantastic!
いやマジかっけえじゃん。てかロナウドはまあもちろんユニフォームはもらってくれないと。はい、ということで初めての公式戦ですね、しかもロナウドの方が出てきました。まあこの続きをまた次回やっていくんだけど、まあ、俺目線からのこう発言しながらまあ皆さんとこのジャーニー、楽しんでいけたらなと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。